サル・生源は、大韓民国のソウル特別市出身のプロ野球選手。サル・生源は1990年に、ソウル特別市で生まれた。小学校3年までは、水泳をしておりバタフライの有望選手だったが、鼻の疾患で水泳を断念し、小学校4年から野球を始める。ソウル、特殊中時代は、投資圏外野手であり、テレビで見ていた。 日本の高校野球及び日本プロ野球に憧れて、高校進学を機に来日することを決断。小学校の先輩が進学していた、京都国際高校に留学し同校の野球部に入部した。一年生では三類手を務め、以後は様々なポジションを経験して2年春から遊撃手に落ち着く。打線でも常にチームの中軸を任された手より、 日本国内のみならず複数の韓国やメジャーの球団からも注目される存在になる。2008年9月15日に行われた広島東洋カープの入団テストを受け、53人中唯一の合格者となる。同年10月30日、ドラフト会議で広島から4位指名を受け、11月11日に契約金2000万円、年俸450万円で、 仮契約した日本の高校に留学し、直接日本のプロに進んだのは福岡ソフトバンクホークスから指名されたキムウェイと同時に、韓国野球史上初だった。2009年は2軍で23試合に出場。守備、打撃ともに確実性を欠き、一軍昇格はならなかった。2010年は前シーズン同様一軍昇格は、ならなかったもののウエスタンリーグでは、 内野全ポジションを守るなど、積極的に挑戦。出場試合は37試合に増加した。2013年10月1日付で球団から戦力外通告を受けた。最終的に5年にわたる、広島時代の一軍出場は1試合もないまま、退団となった。2014年に、韓国の独立球団、カヤワンダーズに所属していたが、カヤは同年限りで解散した。 同年の韓国プロ野球の新人ドラフトに参加したが、指名を受けられなかった。2015年は当初、同年発足した独立球団、サザナミガワミラクルに所属していたが、試合に出場することはなかった。2015年5月にハンファイーグルスと、新国選手として契約し、後に正式契約を結んだ。6月10日のサムスン・ライオンズ戦で記録した、プロ初本塁打は、 決勝打となる、逆転満塁本塁打となった。2016年7月15日、韓国プロ野球の若手選手が出場する、フューチャースオールスターゲームで5打点を記録し、MVP を受賞した。2017年4月8日の対、キアタイガース戦において、味方が、金大金の敵時打で逆転した、直後の9回裏には、自身初の保守としての出場を果たした。 テイ・エウラムを丁寧にリードして、サイ・アキラ・サカイを、セカンドゴロ、ラッシュカンを、センターフライ、助投局を、レフトフライに抑えて、チームを勝利に導いた。上述した保守としての出場からわずか1週間後の、同月17日、最在差をとの1対1のトレードで、トサンベアーズに移籍した。2019年は主にダイソーや守備がめとして、起用された。さらに同年は、 外野手にも挑戦するようにもなり、金彩館が負傷で離脱した時には彼に代わる、左翼手として、スタメン出場を経験した。2020年は、開幕から二軍暮らしが長かったが、巨高市民の怪我により大体内野手として8月に、昇格。同月26日のキアタイガース戦では4点ビハインドで、迎えた9回裏のアウトランナー1塁から、 白道君の代打として登場し、前奏から、今季初安打となる二塁打を打った。その後には、後続の、最終関と、女芸費が連続して、犠牲フライを打ったことで彼と奏者の僕、池薫は、得点に成功したが、自打者の金治むしのぎが三振に倒れたため勝利には、結びつかなかった。2二2一年のスプリングキャンプからは同じく、右打ち内野手である、 今日まさると、僕カツラ藩の新加入及び兵役を満了し、除隊された、近民駅と、高共隊のチーム復帰を受け、近大公監督の指示の元が野手に転向する。しかし僕カツラ藩の負傷と近民駅の不振及び自身が二軍で二十八試合に、出場して打率。三百五十五六本塁打、二十八打点、長打率。六百三十四出塁率。 475と好調だったため、5月30日に一軍昇格。そして6月2日の対 SSG ランダース戦で2019年9月19日の s k ワイバーンズ戦以来626日ぶりとなる8番3塁手としての先発出場を果たし、相手先発のウィルマー・フォントからマルチアンダーを放つ活躍を見せた。その後に軍では、 近民駅と激しい首位打者争いを繰り広げ、最終的に69試合に出場して打率。331の成績を残し、近民駅をわずか一輪差でかわして、北部リーグの首位打者となった。またその他にも本類打球、打点59、得点45、超打率。527、出塁率。441と圧倒的な成績を残した。 遠投115メートルの強剣と、高校通算30本塁打の強打が武器。高校時代に、左中間スタンドの照明塔を直撃する、推定飛距離150メートル弾を放ったこともあり、長打力が持ち味。また守備も、投手以外すべてのポジションを守れるユーティリティプレイヤーになったため、様々な場面で起用されている。ありがとうございます。